ラジオドラマ幸せの高取家。福岡市早良区の2世帯住宅に暮らす高取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日。それでも高取家の人々はとてもとても幸せなのでした。秋キャンプを楽しもう、その1。ねえ、家族でキャンプに行こうよ。なん、学校から帰ってくるなり。今日さ、クラスのみんなで夏休みにどこに行ったかとか話したじゃん。そしたらゆきちゃんがキャンプがめっちゃ楽しかったって。うちでも前にキャンプ行ったな。うん、また行きたいと。俺も行きたい。キャンプか、久しぶりに行ってみてもよかね。じゃあ次の休みに行こう。決定。ちょ待って、俺はまだ賛成しとらんぞ。どうして？俺だっていろいろ予定組んどるんぞ。次の休みには見たいテレビやるし、買ったばっかの新作ゲームをやろうって思っとったけんさ。ねえ、また新しいゲーム買ったん？アホやな。たく、休みっつーとテレビやゲームばっか。よし、キャンプに行ってデジタルデトックスする。なんデラックスって？デジタルデトックス、デジタル機器使うの控えてストレスを軽くすること。そげんことしたら余計にストレスがかかる。文句言わん。森の中で自然と触れ合い、家族の絆を深めるよ。家族の絆はもう十分深いって。かまってらん。パパ仕事が忙しくて夜も遅いし、休みはゲームしとうし。うん、そうやな。やけん、みんなでキャンプ行こう。わかった、久しぶりに行くか。やったー。キャンプ場に到着。着いたー。気持ちよかねー。空気が美味しい。風にそよぐ木々の音色もいいね。私ささっとテントの設営しよっか。いや、これは俺の仕事、任しとけ。じゃあ任した。コンロはお母さんと準備しとくけんさ。マリンとシュンタは燃えやすい枝とか葉っぱ集めてくる。それジージも一緒に行くわい。よし、テント設営するか。パパ、テントまだ？コンロは準備できたよ。枝もたくさん取ってきたばい。大ちゃん、まだテントの設営できとらんと。いや、設営手順の書いてある説明書がどっか行っとってさ、なんかやり方がいまいち。ペグを刺して、よし、こんなもんやろ。テント完成。やったー。さあテント入ってみよう、入ってみよう。わー、楽しそう。あら、なんかテント崩れてきとらん。あー、ボールの外れたばい。テント崩れた。私やろっか。お願いします。